はい、こんにちは。いや暑いけどやってる？レモン。で、レモンやってますか？ってことで、ね、もうそろそろ、ね、梅雨明けになってくると思います。ね、もう梅雨明けたところもありますけれども、この梅雨明けになって、ね、レモン栽培どのようにね、やってったらうまくいくのか。この辺をね、今日はお話ししようと思ってますので、よろしかったらご覧ください。どうぞ。はい、これからね、梅雨明けてね、どのようにね、レモン、まあ、手入れをしていったらいいのかっていう部分のお話なんですけれども、今日ね、こちらにあるのはね、ピンクレモネードレモンなんですね。で、ピンクレモネードレモン、今回は、実はつけてないんですね。で、今年は、改心自然系で、非常にこう、木を大きくしていこうと思って、今どんどん成長させてる最中なんですけれども、来年あたりからね、実を取っていこうかなと思ってます。で、このレモン栽培にあたって、この梅雨が明けて、どのようにやっていくと、非常にこう効率よく栽培していけるのか、その辺ね、何点かね、注意点ありますからね、お話をしていこうと思うんですが、まず第一にですよ。第一に、梅雨が明けると非常に暑いじゃないですか。で、非常に暑い、ね、こう無風の状態でいると、虫が湧きやすい。じゃあどうすればいいのか。まずね、換気をしやすいような形。ね、通風、風通しを良くしやす、するような、状態で、木を、まあ、栽培してほしいんですけども、まあ、夏のね、芽かきをしたりして、もしくはね、徒長性のあるものをちょっと剪定する。それと、空気の通りの悪そうなところね、風の通りの悪そうなところ、この辺をね、若干こう剪定してあげるっていうのが、まず必要になってきますよね。で、その他に、大きく必要になってくるという部分は、これ難しいですけどね、水やりです、水やり。いつも言ってますけどもね、朝昼、この辺はね、水やりはね、なるべく控えてもらって、夕方日が落ち始める頃ね、たっぷりと水をあげてもらうのが一番いいんですね。で、たっぷり水をあげるにあたってなんですけども、もう一つ、この間ね、質問が来たんですよ。非常にこう、赤玉の硬質の小粒を使ってるんですけど、まあ、その小粒の方がね、販売中止になるものがあると。そういった部分で、今まで使った部分より、もうちょっといいものがあるのか、それとね、こういったものは使ってもいいのかっていうね、問い合わせあるんですけど、まあ、それはね、地域によっていろいろなんですが、まず、レモン栽培やる場合に、通水性がいい方がいいんですよ。当然のことながらね。赤土ね、赤玉の小粒がね、こう潰れてしまってね、水はけが悪くなってしまう。この状態ですと、やはりうまくこう回っていかないですからね、水回りが悪いので、なるべくこう粒の状態で、さーっと水が下に抜け落ちるような、状態を保ちたい。じゃあそうした場合に、粒、ね、赤玉の小粒だけを、ここ、硬質、超硬質とかっていろんな形で、ね、こう硬くしていくだけですと、保水性、保肥力、その辺がね、若干弱くなるのかなと思いますね。やはり、保水性も非常に重要になるので、水をあげて、で、その水が、まあ、夕方あげればね、当然次の日の朝から夕方まで、この辺をね、こう、保水力としてね、水を蓄えておかなくちゃならないんで、その辺も含まって、いろいろ、土の、配合なんかも考えていきたいところですよね。で、自分の場合には、この赤玉の小粒の他に、培養土としてね、いろいろ混ぜて、作ってますけれども、堆肥関係もね、ブレンドして、で、肥料もブレンドして、ということでやってます。で、通水性を良くするために、ちょっと目詰まりしやすくなってきたかなと思った時には、ピートモスとかね、ピートモス。それと、その他に、生産者さんがよく使うんですけども、もみ殻をね、少量混ぜてあげるとかね、そういうふうにして、通水性を維持する。ただしですね、もみ殻を入れた場合にね、堆肥と違って、もみ殻がね、こう、分解していくにあたってね、窒素がね、結構取られてしまいますのでね、窒素を補わなくちゃならないっていう、点もありますからね、ちょっとね、その辺、詳しく、話を聞きたいって人はね、コメントくださればいいと思います。で、まず通水性を良くする。通水性を良くするには、まあ、赤玉の小粒の他に堆肥を使って、さらにその中に、今言ったようなね、ピートモスを混ぜるとか、あと場合によってはね、
市販の培養土、ちょっといいものね、ちょっといいものの培養土をブレンドしてあげて、ふかふかの泥を作ってあげるっていうのも非常に大事なので、レモン栽培においてね、こう水をたっぷりあげる、夏の時期ね、水をたっぷりあげなくちゃならないので、通水性が良くて、なおかつ水を蓄えておく保水力もある。でなおかつあのレモンは食いしん坊で、肥料ね、必要としますから、保肥力ね、肥料を蓄えておく力もあるっていう、そういう土作りが非常に大事になってきます。でね、非常にこれ面白いですけども、あの土が自分でこういろいろブレンドしていって、土が非常に良くて、こうぐっと木が大きくなり始めてね、実がつきやすい土ができた時、非常に楽しいんですね、これがね。それとどん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 成長するのはいいんですけど、当然のことながら虫がつきやすくなるんですね。夏の春から夏にかけてって、虫がつきやすくなる。で、自分のところはね、表そうなんですけども、防虫ネットかけてね、虫がつかずに、こう葉が常にこう綺麗な状態を保っているようにしてます、ね。ちょっとね、前から防虫ネットを使って、なるべく虫ですね、虫の方はつかないようにっていうやってるの でもしよろしければね、皆さんも1鉢2鉢でもね、防虫ネットをね、鉢にちょこう直接かけるような形にしてやってあげると、非常にこう虫もつきづらくなるし、効率のいい、栽培ができるのかなと思いますね。それとね、先ほどね、ちょっとコメントをお返ししたんですけどね、絵描き虫の、こう葉にね、絵描き虫がついてしまって葉がぐちゃぐちゃになったとね、絵描き虫がつくと本当に葉がこう丸まってね、汚らしくなってね、こうぐちゃぐちゃになっちゃうんですね。でそういった場合に、なるべくその葉だけつまんであげて、で風通しが悪そうなところってのはきちっと切ってあげる、切ってあげて風通しを良くしてあげる。それとね、夏ね、どん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 新しい芽が出てきて、柔らかい芽っていうのは虫がつきやすいですから、夏芽っていうのはね、あまり必要としないものですので、その辺は、適度にこう芽かきをしてね、取ってしまってあげて、虫がつきづらい状況を保つっていうのも非常に重要になってきますので、よろしかったらその辺もね、参考にしてやってみてください。で今回は、まあ、こちらのね、ピンクレモネードレモンもね、こう以前とね、見て分かると思いますけども、ね、このまだ栽培し始めた当初って、これね、半分ぐらいの大きさで、ね、小さかったんですね。小さかったですけど、今年に入ってぐーっと今急成長させてるんですが、これ今置くんじゃなくてね、ハンギング状態にしてます。ぶら下げてハンギング状態にして、日差しをよく浴びせられるような形で今保ってますんで、皆さんもね、こういろいろ工夫して土を工夫するね、その栽培環境を工夫する、そういった部分でいろいろ試してみるのもいいかなと思います。で分からない部分はいろいろこうね、コメントをくださったり、必要に応じてね、メールをくだされば、こういろいろお写真を見ながらこういろいろ判断できますのでね、よろしかったらそちらの方もやってみてください。こんな形で今日はね、夏に向けて、これからのね、梅雨明けに向けてどういうふうにやっていったら一番効率がいいのかなっていう話でした。またよろしかったらね、ご覧になってもらえばいいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。